どうも、ハゼ太郎です。今回はですね、ミヤマクワガタをね、今年初めてね、ゲットしたいということでですね、投下採取に来ました。場所の方はね、関東近郊ということでですね、来ています。動画に撮るのはね、今年初めての投下採取ということになりますけど、一匹でもいいんでミヤマクワガタがね、取れたらいいなというふうに思っています。今回は、去年に続いて HID のライトトラップということになります。去年はね、2機プラス、特等用の懐中電灯だったんですけど、その後1機ね追加されまして、今回は3機でのトライということになります。このあとね、山形の方とかね、東北方面に行こうと思ってるんで、その前哨戦ということでね、大クワガタが取れるってことは多分ないと思いますけど、宮間、ノコ、コクワ、そのあたりが取れたらいいなというふうに思っています。ではね、時間がね、まだ少しあるんで、ご飯でも食べながらちょっと待ちたいと思います。7時半になったのでね、やっていきたいと思います。今日のコンディションは、19度ですね。湿度が 81%、ここね、川がすぐ近くにあるんで湿度はもともと高めですね。じゃあね、やっていきます。つけてね、25分経過しました。来ましたよ。しかもこれ見てくださいよ、なんかちょっと違う感じしますよね。これすごい分かりづらいけど、赤足っぽいですね。超ちっちゃいこのオス。最初の10日ゲットは赤足クワガタのオスでした。ちょっとボロボロですけど、大水青ですね。来ましたよ、ミヤマのメスですね。ガラスゲオス、小型です。だいたい8時半ですね。1時間でようやくミヤマ見つけました。といってもね、今携帯いじってたんですけど、近くをね、一応ね、もう一度確認してみていたんですけど、このね、ミヤマクワガタのオスと、あとこの下の方に、ね、ちょっといるんだけど、コクワガタのオスが、一応来てましたね。コクワのオスはね、ライトの手前に羽を出してひっくり返っていました。さっきメスのね、ミヤマを取ったところなんですけど、すぐに飛んできていたみたいです。とりあえずね、当初の目標のミヤマクワガタ、ペアでね、ゲットもうできましたんで、目標はとりあえず達成しました。小さいミヤマのオスと、あとまあまあくらい普通かな、でも、決して小さくはないコクワのオスですね。たまに飛んでくる感じですね。今目の前に落ちてきましたね。結構な音で落ちました。
ミヤマのメスですね。ちょっと赤みのある感じ。まあ普通ぐらいの大きさですね。ガとかもあんまり来なくなってきたんですけど、コクワのオスが、どうやら来てたみたいですね。10時15分、久しぶりのミヤマのメスです。かなり赤みが強い個体です。なんかケツが若干なんか出てる。まだ活動してそんな経ってないのか。まもなく11時ですね。全然ね飛ばなくなってきたんで、最後に様子見ようとしたら、なんとセミがいました。何ゼミかな。どうやらこれメスですね。とりあえずね、投下できた感じはこんな感じ。ミヤマのオスが3かな。で、メスも3匹ですね。うん。で、あと、コクワのオスが1、2、3、4。と、アカアシのオスが1ですね。めっちゃちっちゃいやつ。コクワのメスはいませんね。ノコギリも全くいませんでした。まあこの辺としてはね、ちょっとまだミヤマ少し早い感じなんですけど、まあそれでもねミヤマ取ることができたんで、まあよしとしたいと思います。あとはまあ街灯をね、何個かちょっと回ってみたいかなと思ってるんで、行ってきます。ミヤマ、あれ今どこでしたっけ。これか、これ。枝が、あ、入りました。マジっすか。好きに動かしていいんですか。ですよ。じゃあちょっと鼻に。ああそれはまずいですね。街頭ミヤマ一匹目ですね。さっきで10日で撮ったのと、まあ、同じくらいですかね。まあすごいでかくもないけど、すごい小さくもない、普通くらいですね。オスです。右のライトがだいぶ明るい。オスですね。いや、あった方が明るくは見えます。車移動しながら同行者の人が見つけてました。僕は全く見つけられませんでした。ちっちゃみやま